ちょうど今、APEC5 月23、24、この前後に、閣僚会合があるのかどうかということが、まあ、一つの焦点になっているわけなんですが、まあ、当然、その前に今日は、安倍首相が訪米をしていて、まあ、時差がありますが、まさに28日、もうすぐですね、アメリカ時間で、日米首脳会談があると。いう緊迫した状況で、ですから今日の行動というのが非常に重要なんですが、その後ですねの動きとしてはこの5月の下旬の APEC の前後というのが、まあ、危機というかですね、重要になります。で、まあ、その直前になると思うんですが、19日の日に、集会を私たち持とうとしていますので、ぜひまあ、1ヶ月近くありますので覚えていていただいてお越しください。で、官邸前アクションの方はもうちょっとして10分ぐらいから始めます。官邸前にお集まりの皆さん、お待たせいたしました。こんばんは。はい、今日はですね、久しぶりの官邸前アクションなんですね。2月でしたかね、前はですね、このストップ TPP 官邸前アクションはですね、毎月1回、第1火曜日に官邸前でやってるんですが、たまには外に飛び出そうということで、3月は渋谷で凱旋をやったりで交互にやってきているんですね。で、本来でしたら4月は第1火曜ですのでもうとっくに終わってるはずなんですが、今月はですね、皆さんご存知の通りちょうど日付で言えば今日ですね、28日、安倍首相が訪米をしていて、時差があるからあと何時間後かですね、日米首脳会談が行われると。で、メディアでもいろいろ報じられている通り、ここで TPP の問題、いわゆる政治的な決着がついてしまうんじゃないかということが、訪米決まって以来ですね、4月から言われていて、大変私たちも危機感を持っています。ということもあり、4月はですね、日付をもうまさに今日の日付にずらして、行動を行うことにいたしました。なので、お集まりいただいた皆さんと一緒に、まあ、アメリカは遠いんですけれども、訪米している安倍さんに向かってですね、安易な妥協を絶対許さないということを訴えていきたいと思います。そしてですね、ご存知の通り、3月以降ですね、TPP 交渉をめぐる状況というのは、確かに動いています。ちょうど1月、2月あたりですね、ちょっと停滞というか、実際事実上アメリカの中間選挙が終わった直後、年末ぐらいまでですね、動きがなかったこともあったんですが、年が明けて動いています。で、これも全てですね、アメリカの大統領選来年の秋にありますが、ここから逆算をしたスケジュール感で、常にですね、いつまでに、妥結をしておかなきゃ、でそのためには日米の協議を終わらせておかなきゃというようにですね、スケジュール感だけが語られてですね、中身は一切伝わってこないという大変問題である状況なんですね。で、この日米首脳会談ですね、この28日に行われようとしている会談で、いろんな見方がありますけれども、私自身の考えで言うと、ここで大きなですね、政治決着というのはほぼ無理になっていると思います。で、これはなぜかというと、日米の関税協議自体もまとまっていないという状況があります。ちょうど先週の日曜日、甘利さんとフロマンが閣僚会合をやりましたが、まだまだ課題は残っている。特にお米や自動車、これ後でぜひお伝えしたいんですが、自動車は関税だけではなくてサプライチェーンに関与するですね、原産地規則というルール問題が突然浮上してきたりして全然決着がついてないということが1点。
それからアメリカの中でですね、大統領に貿易の交渉権限を与える TPA というものが法案として出されたものはですね、これが見通しが立っていないというようなことなど、考えてですね、とてもじゃないけどこのタイミングでですね、政治決着するよというのはいくら安倍さんでも言えないだろうというような、まあ、見方は一つあります。でただいずれにしてもですね、秘密交渉で進んでいて私たちには中身が何も知らされていない。それから、国会の決議これを保護にして、譲歩していく可能性危険性というのが非常に強い、という中でですね私たちは引き続き、TPP 交渉には絶対反対するという声を上げていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。あ、私は内田翔子と言います。よろしくお願いします。それではですねスピーチを お願いしていきたいと思います。最初は赤字です。はい、ですね国会議員の方々にもこのアクション毎回お伝えしております。で来てくださっております。ご紹介いたします。日本共産党衆議院議員の畑山和也さんです。どうぞ。畑山さん北海道のご選出ということで今日この後すぐ北海道に向かわれると地元にお帰りになるということなので、まずなんか駆けつけスピーチみたいな感じです。よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。ご紹介をいただきました日本共産党の衆議院議員畑山和也です。今参議院議員の上智子議員も到着しました。横で次よろしいですものね先に行きました。先日から農林水産委員会でも TPP の問題で私も質問を行ってきました。改めてどれくらい全国から TPP 反対の声が上がっているかを調べようと各市町村議会からの政府宛ての意見書を数を調べていました。内閣府宛てには474だそうですが本来は、政府に届けられたものがそれぞれの委員会に割り振られるので元を全部足して数え直してみると2024ありました。もちろん一つの市町村で2回3回と意見書の決議を挙げている町もありますけどもそれを抜いたとしてもやっぱりその背後に数千万人を超えるであろう国民の声がこの意見書という形で政府に突きつけられているという事実を私も先日政府へ訴えたところです。今日は先ほどありましたようにこの後北海道に戻りますが明日明後日と北見管内の方に行きまして天才工場製糖所です。それから農協さん町長さんなどにもお会いして TPP が文字通りこのまま仮に進められていったときに、まあ、どれだけの心配があるのかまたその反対の運動も一緒にさらに力強く広げていきましょうということも呼びかけていこうと思っているところです。全土北海道各地では先ほど述べた意見書も実に179自治体のうち176でTPP は反対あるいは慎重な決議というものが上がっています。実に 98% です。こういう声を政府は正面から受け止めて国民の声を無視するような TPP 交渉からは撤退すべきだということを改めて私も国会で訴えていきたいというふうに思います。安倍首相が向こうに行ってどのような議会で演説をするか分かりませんけど私この状況を前にして思い出したことがあります。米韓 FTA が結ばれる時に当時の韓国イ・ミョンバク大統領がアメリカへ行ってアメリカと韓国の同盟関係が強いその証であるかのようにこの FTA を持ち上げるような演説で韓国に帰ってから多くの批判を浴びたということを私は思い出します。皆さんこの後安倍首相が、まあ、どのようなことをアメリカで発するかきちんと一言一句よーく目にして耳に聞いて
日本に帰ってきたときに、そんなことでも許されない、もう TPP なんか撤退だという声を一緒にさらに強く上げていこうではございませんか。私も国会で引き続き論戦に先頭立って頑張っていく決意を最後に述べまして、ご挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは引き続いて、参議院日本共産党参議院議員の上井智子さん、お願いしたいと思いますが、毎度紹介しておりますが、官邸前アクション並びに渋谷駅頭での宣伝行動は皆勤賞を貫いておりまして大変ありがたいことであります。今日もご挨拶よろしくお願いします。ストップ TPP 官邸前行動に参加の皆さん、ご苦労様です。日本共産党参議院議員の上井智子でございます。今日はニューヨークで日米首脳会談が行われておりますけれども、その中心的な課題は日米軍事協力、米軍と自衛隊とがこの先どのように協力をしていくのかというガイドライン、地球規模でそして切れ目なくというようなことが話し合われているようです。そしてもう一つは TPP の問題です。この問題をめぐっては先日甘利 TPP 担当大臣が、これは去年ですけれども、去年の首脳会談の時には方程式ができたという話をしていました。方程式というのは関税率、それからその猶予期間、そしてセーフガードの発動条件、そして無関税枠の問題などを含めて方程式と、そしてそこにいろいろ数字を当てはめて交渉していくということだと思っておりますけれども、今年先日マスコミから日米首脳会談前に地ならしはできたのかと聞かれて、相当進展したというふうに答えております。ですから大変猶予ならない事態かというふうにも思っておりますけれども、そういう中で米国においては貿易促進権限法という TPA 法案、これが上院下院の両方を通過して次は本会議というところに来ているということのようです。先週衆議院参議院国会でも審議が行われて、衆議院は、連合審査も行われましたけれども、私も参議院で質問に立ちました。TPA 法案、去年廃案になったものと今年今出てきている TPO 法案の違いで、新たに、新設された中身が3つある。その一つは、大統領は通商協定署名の60日前までに協定テキストをUSTR のウェブサイトで公開する。二つ目は実施法案を議会に提出する30日前までに最終協定テキストの写しをなどを議会に提出する。そして三つ目は上院下院のどちらかが交渉結果に満足していなければこの TPA の円滑な手続きは取らないという仕組みが盛り込まれたということであります。ということは、例えば日米関係で重要の農産品の5品目大幅にこれを譲歩して日米間妥結をしたとしても、その内容をめぐって実は TPP というのは正義なき関税撤廃が原則ですからと言って、またさらにですね、譲歩を迫られるということもあり得ると、一体政府はどうするのかということを聞きました。そうしますと政府の答弁は、一旦政府間で合意したものについては後から再協議を要求されても一切答えない方針だと、こう答えました。でも皆さんどうでしょうか。
これまで散々譲歩に次ぐ譲歩をやってきて、この先は譲歩しないなんてことがあるんだろうかと、極めてこれは疑問であります。でもう一つの問題は情報公開の問題です。 USTR のホームページでは今米国の議員、全てのテキストを全議員に対して、あるいは、まあ、議員が認めるスタッフも含めてテキストをアクセスできるようにするということが明らかにされました。これまで日本は趣旨義務があるからということを錦の御旗にして、何度私たちが要求しても全く明らかにしなかった。それはできないということを繰り返してきたわけですけれども、米国でこうなっている以上、守秘義務といっても日本だって同じようにやるべきじゃないのかと、大事な問題を国民にも国会議員にも明らかにしないで妥結なんていうのはありえないと、全方向からやるべきだってことを言いましたら、これまではまあゼロ回答だったわけですけども、ちょっとニュアンスが違う答弁になりました。12カ国間の中で相談をしながら、我が国においても秘密性、透明性を高める努力をしたいと、こういう答弁が出てまいりました。もうわずかですよね。でもこの間の皆さんの運動要求ということと国会論戦、これとが結び合って、政府自身もそう言わざるを得ない状況になってきたという側面もあると思っています。でぜひこれはですね、さらに声を大きくして国会に対しても国民に対しても明らかにせよと、テキストを出せということをですね、求めていきたいと思います。国民の前に明らかにして、どういう危険なものかということを明らかにする中で、やっぱり撤退を求めて引き続き皆さんと一緒に頑張る決意でございます。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、お二人ありがとうございました。引き続き国会の中で追及をしていきましょう。鳩山さんのところにご出発があると思うので、はい、ありがとうございました。はい、それでは続いてですね、スピーチをお願いしていきたいと思いますが、農業の問題ですね、それから、まあ、農協改革、これがずっとセットで、安倍政権の中で規制緩和行われてきたわけですが、このことに関して、全農協労連という団体の事務局長をされている星野さん、お願いできますか。はい、変わりますので私、はい。皆さんお疲れ様です。私は全農協労連の星野と言います。まず、まあ、農協改革っていう話の前に、さっきの国会議員のお二人の話を聞いていて、まあ、秘密交渉の問題が強調されてましたよね。でこの確かにこの交渉の中身っていうのは、分厚いベールに阻まれて、秘密で見えないということなんですけれど、一方で、じゃあ TPP がこのまま進めば一体日本はどうなるかっていう点だと、もう透けて見える。 TPP、入った後の日本の姿がはっきりしてるって点では、まあ、極めて透明というか、まあ、不思議な状況ですよね。交渉内容分かんないのに、もう結果はどうなるかなんていうのは、私たちの運動は明らかにしてきたわけですよね。で私なんか地域にいろんなところにお邪魔するんですけれども、やっぱり今政府の政策ってのは本当に地方をどんどん疲弊させていっています。まあ、高齢化、少子高齢化が進んでいるわけですけれども、で一方で大企業の本社があるような東京ってのは、どんどんなんとか企業に儲けさせようと思って、いろんなことがやられていますよね。ただちょっとこう見方を変えてみますと、日本で一番出生率が低いところはどこでしょうかということをちょっと議論したことがあって、それはやっぱり東京だっていうんですよね。 1.0 いくつとか 1.1 いくつってことで、要するに、確かに地方はどんどん人が減っているよっていうんですけれども、出生率が一番低いのは、まあ、東京なわけで、どんどん人も資源も東京が奪って消費して、でも再生産は東京はしないよってことなんですよね。要するに
大企業にドーンと儲けさせて、まあ、例えば今地方でも特区だとか行って大企業を呼び込んで地域活性化してもらおうなんていうことを考えてますけど、大企業がいてもその地域は出生率は上がらない、再生産できないってことがはっきりしてるんじゃないでしょうかね。そうですよ。で一方でその、まあ、地方特にまた島なんか、例えば新潟の佐渡とか長崎の壱岐なんかにも行きましたけど、そういうところは出生率高いんですよね。で私たちがじゃあこの日本どうやって、まあ、言えば再生産していく、後に引き継いでいけるのかってことを考えたら、そのヒントっていうのはやっぱり地方にあるだろうと。東京のような、まあ、大企業に儲けさせればなんとかなるのかって言ったら、なりませんよ。短期的にはまあなんか反映しているように見えるかもしれないけど、長期的にはもう道はないと。でどっかの誰かがこの道しかないなんつって、言ってましたけどね、その道は一体、どういうところに繋がっているのかって言ったらもう崖だと、その先には何もないんだってことが、まあ、私たちは、まあ、出生率っていう観点一つとっても、まあ、はっきり分かるんじゃないでしょうかね。まあ、そんな中でこの地方地域の大事なライフラインになっている農協も、まあ、農協改革だっていうことで、まあ、制度を変えて、例えば組合員が今使っている準組合員っていう方が利用できなくしようとか、まあ、そういうことも検討されていますよね。まあ、それはあのですね、まあ、はっきり言って、地方のライフラインを当然奪うってことでもありますけど、まあ、やり方が随分ひどいなと。要するにこう TPP、交渉への反対運動が農協はどういうふうにやるのかとか、あるいはこう政府の案に対して農協がどういう意見を言うのかってことを揺さぶりながらですね、脅しをかける、まあ、こうあるとあるですね、どこかは言いませんけど、農協の組合長ってのは農協改革の自民党安倍政権のやり方をこれはもう指定暴力団のようなやり方だねと、要するにこう言うこと聞かなきゃ脅すし、そうしながらいろいろ中身も変えて、随分やり方が汚いよと。まあ、こういう指定暴力団みたいなやり方、政府がやりゃ許しちゃうのかと、まあ、ここに本当に憤りを感じると、まあ、ここにも警察の皆さんがたくさんいらっしゃってますけど、やっぱりそういうね、本当にそういう暴力的なやり方、本当に、取り締まるのは一体ね、誰なんでしょうか。まあ、私たちがやるしかないですよね。ぜひ皆さん応援していただきたいなと思っています。そうです。で、まあ、どうしましょう。ですね、ちょっと話が古くなりますけど、安倍さん、安倍首相は2月にですね、海外の投資家 を集めてですね、講演会をやったんですね。でそこでどういう講演をしたかっていうと、まあ、これから国会で農協改革だとか医療改革だとかいろんな改革を国会で法律を通してやります。でどんどん皆さんそこに投資してくださいと、これから日本はいろんなことできるようになりますよっていう演説を、まあ、したそうです。要するに今いろんな農協改革とかなんとか改革とか、それが一体誰のためかっていうのをあんまり言わないですけど、少なくとも海外の投資家の皆さんの前ではこの改革で、どんどん皆さん投資して儲けてください、まあ、こういう演説をやってる。これでもう姿ははっきりしたんじゃないのっていうふうに思います。私、まあ、今日申し上げた、まあ、そういう農協の問題もそうですけどもやっぱりこうちょっと視点を変える出生率っていう観点で東京と地方を見てみると、もう本当に、もうこの日本がどこに向かっていって、自分たちはどこを見本に、地域作っていかなきゃいけないのか、国作っていかなきゃならないのかっていうのは、はっきりしてるな、まあ、これを、まあ、私は訴えたいなというふうに思います。皆さんこれからいろいろ連休明けにもいろんな、まあ、国会の情勢あると聞いてますけども、こういうのをですね、しっかり監視して、ダメなものは止めて一緒に頑張りたいと思います。一緒に頑張りましょう。お願いします。はい、星田さんありがとうございました。それではですね、だんだん人もたくさん集まってくださってますので、コールをやりたいと思います。じゃあポストマンさんに、はい、皆さんこれは本当のポストじゃなかったんですよ。
ポストマンだったんです。はい、じゃあちょっと一言言ってコールをお願いいたします。ニューサイユニオンのポストマンであります。皆さんはちょっと考えてもらいたいんですが、今その安倍さんは農協を解体しようとしている。おかしいんじゃないですか。そうです、おかしいですよ。農協が例えばですね、大蔵省とかそれとか外郭団体のようにお金をですね、国からお金をもらって運営されている、そういう機関だったら国はいくら手に突っ込んでもね、支援とは思わないでしょうけど、農業っていうのは農民の方たちがお金を出し合ってできたもんじゃないですか。安倍さんは全然干渉する手がない、するべきではないし、権利もないですね。まさに今はっきり言われたように、自分の気に食わない、自分の支持者たちの利益にならないのは言いがかりをつけて潰してしまおうということですね。で、TPP を推進する人たちの正体はそうなんですよ。いかにきれいなことを言っても考えてるのはまず金だけ、自分だけ、今だけ。そのためには 99% の人たちの生活がどんなになろうとも構わない。 TPP を絶対止めましょう。じゃあこういきますよ。よろしくお願いします。せーの、大企業優先の TPP 反対。大企業優先の TPP 反対。主権団体、新日本婦人の会の、あ、大丈夫ですね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、すいません、もっと後かと思ってらしたかもしれませんが、新日本婦人の会の、浅井真理さん、お願いいたします。皆さんこんばんは、新日本婦人の会の浅井と申します。全国の、個人が参加の女性団体としては日本で一番大きい団体になっています。TPP についてはこれまでも、いろいろ勉強をしてきました。本当に食の安全についてはやっぱり女性というのは台所を預かることが多いので大変重視しております。この間もですね、新婦人としては予算のところ
とですね、水際の検査員をですね、数を増やしてくださいという、署名を集めて、大体、他の、項目と合わせてなんですが、本当に15万通以上ですね、集めて、提出いたしました。今、水際ではですね、食品安全に関しての検査員が、少なくて、本当にモニタリング検査という検査しかしていないんですけれども、要は結果が出る頃にはもう、食料は、皆さんの袋の中というような、モニタリング検査ですが、10% しか実施していないということで、やはり食の安全を守るためには検査員の数を増やしてくださいということしかないかなということで、要望してきました。先日も、新聞に載っていたんですが、海外の特に、東南アジアの方から入ってくる二枚貝の中に肝炎を引き起こすものがあって、それによって多くの人たち、が病気になったり、亡くなったりしている実態があるんだということを知りました。本当に検査はちゃんとしていただきたいし、そうでなかったら安心して子どもたちに安全な食料を、家族のために安全な食料を提供できないということで、女性たちは大変怒っています。それからこの間ですね、消費者大会というのがありまして、食の、参加者の中にはですね、食の安全を守るためにはやっぱり食料自給率を上げていくということが本当に大切なんだということで、皆さんが心に落ちたというかですね、また新たに食料自給率を向上することを求めていこうということで、一致しました。本当に私たちは子どもたちに安心安全な日本の食料、本当にお米も米価が暴落していますけども、日本の美味しい食べ物を手渡していきたい、その社会を守るために TPP は断固阻止していかなければいけないということで決意を固めています。皆さん今大変な状況ですけど頑張りましょう。はい、ありがとうございました。それでは今のお話とも関連しますけど、消費者の立場で、ずっと活動されてこられました、日本消費者連盟の山浦康明さん、お願いできますでしょうか。今ご紹介いただきました日本消費者連盟、そして、TPP に反対する人々の運動という市民団体をやっております山浦と申します。私どもは3点の理由から、この TPP に反対したいと思っています。またその TPP と同時にですね、もうどんどんと進んでいるアベノミクスに、象徴されるような日本の規制改革の動き、これに対してですね、私たちは非常に危機感を持っていまして、こういった意味で、TPP 交渉、そしてアベノミクス、こういったものに反対していこう、こういうふうに考えております。第1点目は、安倍政権が唱えていた、聖域を守るという、そういった約束ですけれども、皆さんご存知のように米を、10万トン前後もう特別枠で輸入するんだとかですね、牛肉豚肉の関税を下げるとかですね、すべてこれは嘘をついているということが明らかになっています。このような TPP 交渉の約束を守らないようなですね、そういった政権にこの交渉を委ねることはできません。また、この TPP ではですね、労働のさまざまな規制緩和、これが今や国会で、労働法制の改悪という形でもって進んでおりますし、また医療の問題につきましてもですね、医療費の高騰といったことがこれから予想されます。具体的には、TPP の交渉の中でですね、知的財産権の部分があるんですけれども、この中で、新薬の保護期間、これを今の5年からもっと伸ばしてですね、製薬メーカーが儲かるような仕組みを作りたい、こういったアメリカの言い分を日本がそのまま鵜呑みにしてですね、新興国に、みんなそうしろよというふうに言って回ってるといったですね、非常にひどい、こういった状況が生まれています。これによってジェネリック医薬品を作ることができなくなってですね、非常に、HIV の薬が必要となっている国々にとってはですね、こういったジェネリック医薬品も取れなくなってしまう、こういった問題にもつながっていくわけですね。こういった意味で私たちはこの TPP に反対、していこうというふうに考えています。また食の安全の問題、先ほど新婦人の方もおっしゃられましたように、この食の安全基準を引き下げる、これが TPP 交渉と同時に日本においては、もうすでにですね、TPP
日に先駆けて様々な規制緩和が行われております。皆さん今年1月にカナダの BSE が発生したことをご存知でしょうか。これはニュースで一部取り上げられましたけれども、私たちはこの BSE 発生国からですね、牛肉を輸入することはストップしろというふうに政府に訴えましたが、なしのつぶてでした。その理由は TPP では国際機関が認めた基準であれば輸出には OK なんだ、こういったような基準があるので、日本政府としてもかつてのアメリカに対する要求のようにですね、輸入ストップというふうなことをもうしなくてもいいんだという、そんな気持ちで今いるわけです。これによって私たちは BSE にまみれた、カナダあるいは他の国々のですね、素性のわからない牛肉をこれからも食べ続けなければいけない、こういう問題が起きているわけです。また、政府はですね、規制改革の流れの中でこの4月1日からインチキな健康食品を大々的に売っていい、こういうルールをもう作ってしまいました。今100ほど企業がこの機能性表示食品というものをですね、特許よりも緩やかな、そういったものを申請しておりまして、それが6月頃から、スーパーマーケットで大々的に売られます。しかし今の時点ですでにこの機能性表示食品には副作用があって問題がいっぱいあるんだということが分かってきました。このようにずさんなですね、企業にとって都合のいい規制緩和が行われている、これは TPP の交渉と無関係ではありません。そして3番目には、先ほどから皆さんがおっしゃっているように、この TPP の情報隠し、ひどいこの交渉、このあり方にですね、私たちは怒っています。他の交渉ではある程度どういうふうな状況かということを我々は知ることができましたけれども、今回の TPP 交渉、全く日本の私たち市民そして国会議員でさえも全くその内容を知ることができない、こんなひどい状況がもう4年も5年も続いているわけです。情報を我々はしっかりと認識して、こんなひどい条文だったらいらないというふうにこれから訴えたいと思いますけども、これもまだ一部リークした情報しか我々は手に入れることができない、こんな秘密交渉です。我々のこの運動が続いてきたおかげで、この4月5月の合意ももしかすると、できないかもしれない、こういった期待を抱かせているわけですけども、我々はこの TPP 交渉が WTO と同じように漂流することを願って、これからも運動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今おっしゃった秘密交渉の問題ですね、これ私自身もずっと追ってきて、アメリカとの違いというのをさっき神さんもおっしゃってましたが、おかしいんですね。で、後でまたゆっくり話をしようと思いますけども、国会議員の方もう一方お越しくださいました。社民党参議院議員の福島瑞穂さんです。で、福島さんもね、この間ずっと国会の中でこの秘密交渉も含めて TPP の問題を甘利大臣や別省に追及されてきてですね、本当に心強く思っています。よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんばんは。官邸前でこのストップ TPP 参加されている皆さんに心から全体のご挨拶を差し上げます。社民党参議院議員福島瑞穂です。またこの場にはいないけれども、ストップ TPP と思っているたくさんの市民の皆さんにも心から全体の挨拶をしたいと思っています。今なぜ TPP がダメなのかという話がありました。もうそれはその通りだと思います。日本の健康保険やさまざまな制度や表示や遺伝子組み換え食品の表示をはじめ、さまざまなものが本当にグローバリゼーションの名のもとにぶっ壊れていく、低くなってしまう、そのことにも反対です。そして総理がいつも言うんですが、みずほ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 と私の名前を連呼しながらですね、みずほの国を守ると言っているが、 TPP に参加したら日本の農業を守ることはできません。そしてこの秘密主義ということ、私たち国会議員も機密条項があるということで情報の開示を本当に受けていません。そして皆さんたち内田さんやさまざまなアドバイスによって、先日参議院の予算委員会で質問をいたしました。アメリカではこの TPP 交渉に関するテキストを国会議員は見ることができる、
でも日本では見ることができない、おかしいではないかという質問をいたしました。若干経済産業大臣も少し検討するという雰囲気はあったんですが、未だに私たちは何の情報もテキストももらっていません。かたやアメリカでは国会議員には情報を公開し、日本では日本の国会議員は知ることができない、これもおかしいと思っています。そして私は国民にこそ情報を開示すべきであり、中身についてきちっと説明をすべきだというふうに考えています。皆さんどうでしょうか。農業だけではなく、まさに生活を守れ、命を守れという観点から、ストップ TPP、 みんなの粘り強い活動で、だんだんやっぱり延期になったり、だんだん延長になったりしております。これで頑張っていきましょう。でも安倍総理は国税を使って、国の税金、私たちのというか税金使ってアメリカに行って何なんでしょうか。ガイドライン、日本に戦争法案、この言葉は一生言い続けるぞと思いますが、たくさんの戦争法案を国会に出す前に日米ガイドラインで合意する、これも許せないと思っています。ガイドラインは日本の国会は一切関与できません。条約ではないので承認事項でもありません。でも日本に法案が出る前、日本に戦争法案が成立する前に、なぜその中身を先取りして日米だけで、政府だけで合意できるんでしょうか。こんなことにも反対をしていきたい、そう思っています。国民不在の、国会不在の、民主主義不在の、こんな TPP ガイドライン、ストップ TPP、 ストップガイドライン、そしてすいません、ストップ戦争法案、これ削除修正要求されたりしているので、一生戦争法案って言い続けるぞとも思っておりますが、ストップ TPP で一緒に頑張っていきましょう。私ももちろん頑張ります。ありがとうございます。はい、福島さんありがとうございました。頑張っていきましょう。はい、それではですね、たくさん集まってくださっているので、1分スピーチのコーナーをしたいと思います。どなたでもぜひこのことを言いたいということあればお願いしたいんですが。お久しぶりです。テレビとか新聞でトリクルダウンとかいう言葉が出ますけれども、一番上の部分が儲けて、では下の部分に行くということを言っていましたね。それが一番上の部分が皿の器が大きくなるということを言っていた人がいました。 TPP に反対する人はトリクルダウンのこと知っていますかっていうと、いや全然知りませんという人が多いんです。もう本当にこれ呆れていますよ。難しい言葉で犯人をごまかすのもいい加減にしたいと思っていますし、脅しみたいな感じで共同組合を潰すのもいい加減にしたいと思っています。 TPP っていうのは農業の問題だけではなく、国民主権に関わる大きな問題だと思います。本当に呆れています。日常的に口が塞がらない状態です。本当になんとしてもこれ国民不在の TPP はやめにしたいと思っていますし、なんとしても国会法違デモでなんとしてもやめにしましょうっていう、そういう意思が必要可欠です。どうによろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他の方いかがでしょう。はい、じゃあどうぞ、どうぞこっちの前の方に皆さん来ていてくださいね。はい、お願いします。こんばんは、お久しぶりです。私事になるんですけども、私、今年の5月1日からちょっととある企業の幹部候補となることになりまして、で、俗な言葉を使えばいわゆる勝ち組なのかなと思うんですけども、ただだからこそあえて言いたいことがあります。新自由主義というその弱者いじめ、いわゆるその新自由主義者というのはパスであると言いたいです。ですね、先ほどこう農業関係の方々もいかにこう輸入食品のあれ検疫とかが今恐ろしいことになってるかということをおっしゃっていましたけども、 TPP に入ると
当然輸入の食料は多くなって、で国産の食品は高くなっていきます。で生活に余裕がある人は、まあ、国産食べれるかもしれませんけども、こういわゆる低所得者層は輸入食品とかに頼っていかざるを得なくなってくるのかもしれませんよね。でそこでああいった先ほど説明があったようなずさんな輸入食品なんか食べてったら当然病気とかにもなってきますし、実際新自由主義の進行しているアメリカではいろいろと病気が増えておりますし、でさらにはあの医療費の高騰なんて問題も起こってくるわけでございます。あの実際米韓 FTA でも今韓国どんどん医療が崩壊しつつあります。そんなあの弱者いじめの新自由主義者本当におかしいと思いますね。小泉政権の頃から自己責任論というのがあります。しかし本当にそれでいいんでしょうか。あのはっきり言いますけど、そもそも実は私高卒です。高卒の人間が運よくそういう幹部候補になるということもあれば、逆にいい大学を出てるのに派遣会社で働いてるというそういう人もいるわけです。そんな世の中で自己責任はい終わりでいいんでしょうか。明らかにおかしいですよね。そんなわけですから本当に新自由主義者というのはカスであります。フランスにはノブレス・オブ・リージュという言葉があります。高貴なる者の義務という言葉でございますよね。新自由主義者 の勝ち組の人たちとか、あるいは政治家の人たちはこのノブレス・オブ・リージュの精神がありません。そんな人間に政治を語る資格はない。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他の方いかがでしょうか。はい、どうぞお願いします。あ、こんばんは、沢田です。あの一つだけですね、実は選挙がまだございます。今度の青森県知事選、大竹進先生という政経のドクター、私の実は知り合いですけども、当然脱原発、それから再処理工場は動かさない、最終処分反対、プラス最初は TPP 反対は鮮明でございませんでしたが、公約にはっきりと TPP 反対も追加されました。であとは青森県の農民が5月21日告示、6月7日東京の青森県知事選でね、我々は全国から青森県知事で脱原発絶対反対、 TPP 主戦度の奴隷に日本はなっちゃいけない、その大竹先生を応援することで安倍政権に鉄槌を下すこともできる、この観点意外とまだあまり知られてませんので、青森県知事選6月7日投票、山本太郎さんもいろんな超党派の議員がですね、安倍智子さんも応援に来ます。我々も青森県知事選脱原発プラス TPP 粉砕のため頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他の方いかがでしょうか。もう大丈夫ですか。あ、はい、まあ、山島さん後でお話してもらうと思ったけど、でもいいです、どうぞお願いします。あ、そうか、じゃあ後でちょっと告知もあるのでお願いします。それではですね、もう一回コールをやりたいと思います。じゃあよしこさん今回お願いします。じゃあ皆さん声出していこう。いきますよ。暮らしを壊す TPP はいらない。食の安全壊す TPP はいらない。
皆さん頑張っていきましょう。スピーチをお願いしていきますが、すみません、さっきあのママレモの皆さん、1分スピーチではなかったですが、はい、全員出てもらって大丈夫ですか？ママレモといってですね、三鷹であのお母さんたち、子どもたち中心のグループの方に何回も官邸前にも来てくださってますが、はい、いろいろイベントのアピールもあるので、お願いします。私たちママデモと言います。子どもたちの命や未来や健康を守りたいと、行動しています。 TPP にももちろん反対しています。今回TPP がもし通ってしまったら、私たち本当にシングルマザーですし、雇用の方が本当に心配です。で遺伝子組み換えも食べさせられ、そして病気になり、そして病院に行き、そして病院のお金も払えずっていうレールを私たちは敷かれてるんだなって思った時に、本当にこれは命に関わる問題なので、もう絶対に行動していかないといけないって思っております。で、山田正彦農林水産大臣が主題になってされて企画しているんですけれど、私たちママデモも実行委員会なんですけど、5月の26日の火曜日、平日なんですけれど、代々木公園の野外ステージにて TPP フェスというものを開催します。TPP を私たち実行委員は TPP を反対しているんですけれど、もちろん TPP 賛成という方も、 TPP のことなんて分かんないよっていう方も、みんな参加していただけるように、主催しています。で、今の予定ですと木名正吉さんと山本太郎さんがゲストで参加していただくことになってます。で、企画としては本当ノー TPP の、巨大な風船バルーンや、子どもたちも楽しめる、子どもたちと山田雅彦さんと劇ができるような楽しい会にしたいと思いますので、あとこちらのストップ TPP の寸劇の方にも出演していただきます。ぜひ皆さん本当にTPP を止めるためにもご参加ください。三鷹のママデモです。で、私もそうですね、やっぱり子供を育てていく上で TPP があると非常に怖いです。電子組み換えにしろ、予防接種ももしかしてアメリカと同じにされてしまうかもしれない。強制的に任意接種のものが強制接種になってしまうかもしれない。なのにそうですね、医療は弱いもの、保険に入ってないと受けられないようになってしまうとか、もう何でもかんでもアメリカに近づけてしまうのではないかと、もうそれは心配しています。しかもそのアメリカに言われる前に日本政府が自分たちからそのアメリカが喜ぶようなことをやってるのではないかと私には見えて仕方がありません。もうこんな政府はもう断固反対すべきです。私は子どもたちを守るためにも TPP は反対です。みんな頑張りましょう。はい、ありがとうございました。本当に思いのこもったスピーチでした。ありがとうございます。それでは、次の方ですね、中澤さんよろしいでしょうか。すいません、太鼓をずっとやってくださってたんですが、いつもおなじみの築地の中澤さんです。お願いします。ご苦労様です。いやちょっとね、今日はもう頭から来れるぞと思ったら、私の職場の話がね、ビッグニュースがまあ、うち帰ったらニュースで見てほしいんですけど、マスコミから電話がかかってきたりして、ちょっとですね、すいません遅れました。なんか低音、ツイキャスの向こうの人、低音が欲しいんですけど、誰か低音の方
この次からでいいですから来ていただけますか。ちょっと爪痕あれちょっときついんだな、手を上げないと、ということですね。先月築地の市場の移転反対の、デモをやりまして、来ていただいた方随分見えるんですが、ありがとうございました。築地の市場の移転問題というのが実は非常に TPP と関係がありまして、最近出た、あ、ちょっと待ってくれ、ごめんなさい。あ、表紙がないや。最近出た本でね、新潮の新書ですね。日本人が知らない漁業の大問題っていう、これなかなかいい本です。新自由主義に反対する、論陣を張ってる方です。佐野正明さんって、JF のね、守護神のような、まだ若い学者の方ですけれども、これによりますと、卸売市場のシステムというのはですね、近代の傑作と言われてるんだって初めて知ったんだけども、私はそうだなと思ってたんですけども、これまさに地域を守るシステムなんですね。でこれが TPP 仮に締結されると、こういったシステムは維持できないということがこれはっきりと書かれてます。でそれはどういうことかと言いますと、まず一つは漁業がもちろんやっていけなくなるという問題があるんですけれども、例えばね、卸売市場の身近なところだと、スポーツの選手なんかが引退してから、じゃあ飲食店やろうかとか結構ありますよね。なんで、その学歴の、ね、ない人が腕一本でじゃあ飲食店やろうか、日本ではそれが可能なのかというと、卸売市場のシステムがあるからなんですよ。築地へ行けば、大手のスーパーと、あるいは大手のね、チェーン店とそれ以上の勝負ができるんですよ、腕一本あれば。ところがですね、この、生鮮食品の流通を大手の資本に抑えられてしまうということになると、これ仕入れは簡単じゃないですからね。だから誰かが、店を開こうと思っても簡単にはできないということになります。そういう意味でですね、中小零細のいろんなお店を守ってるし、それから、生産者を守るシステム、これがもうぶっ壊されそうになってると。でそれのある意味で最先端、まあ石原慎太郎がやったんで、それをぶっ壊すのにもまた失敗しそうだというね、変なことになってますけど、が築地市場の移転問題だというふうにある側面から見ることができるんじゃないかと思います。いつも言ってるんですけども、TPP っていうのはですね、みんなのものを誰かのものにするということです。水とか空気とか、食べ物とか医療とか教育とか、これはみんなのものだから、いろんな法律で規制して資本が自由に入っていけないようになってるんですね。これが、株式会社という形で、所有することができるようになるということになると、これが TPP、新自由主義だと思います。絶対反対です。これ TPP というのはですね、20世紀100年かかって、人類が努力してきた、ものを水の泡にする、それが TPP です。絶対反対です。何としても阻止しましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは続きましてですね、今度医療の分野から、お願いしてい、したいと思います。全日本民衆医療医療機関組合、連合会、お医者さんたちの連合会の、ミーレンさんと私たちよく言いますが、そちらの、バンカヨさんです。お願いいたします。あ、どうも皆さんこんばんは。お疲れ様でございます。私もあんまり参加できなくって、なかなか申し訳ないんですけど、実全日本ミーレンのバンと申します。今実は医療に関して非常に重大な医療保険制度改革関連法案というのが国会にかかっています。その中身の、大きな柱のところはですね、今市町村が、財政責任を持っているその国保を、都道府県化していくということなんですけれども、これは今の各市町村の国保とかはなかなか今国保財政大変だから、一般会計を繰り入れたりして
住民の皆さんがね、まあ、困らないようにっていろいろやってるんですけれども、そういう一般会計からの繰り入れを禁止して、で都道府県にその移管していくっていうことで、でこれによってまあどういうことが起こるかっていうと、まあ、おそらく市町村ごとにやっているその減免、保険料を下げていったりっていうことができなくなって、広域化したときに高い方の保険料に絶対合わせられるということと、財政自体がやっぱり厳しくなるということがあります。でさらに都道府県ごとに今病院のベッド数をですね、計算をさせているということも同時に昨年の秋から行われていて、医療費を減らしていく主体を都道府県に負わせていくというちょっと大きな中身です。でさらに自己負担、国民の皆さんの自己負担の増もいくつか提案されてます。入院給食費が値上がりの自己負担が値上がりするとか、あと500床以上の大病院に紹介状なしでかかるときには5000円から1万円の定額負担を義務付けるとかですね、ちょっとえっていうようなことがありますし、その中でも見逃せないのは患者申し出療養といって、今の保険の効かない技術や薬を使う場合に患者さんからの申し出があれば非常に審査を迅速に緩めてですね、使えることにしてしまうということが今この法案に入っています。でこれは本当に混合診療をどんどん道を開いてしまうことになって、結局は国民皆保険制度を骨抜きにしてしまう非常に恐ろしい制度だというふうに思います。今でも保険の効かない医療を部分的には行っておりますが、で部分的には混合診療やれます。でもそれは保険に仲裁していく目的で、きちんと安全性や有効性を確認するための制度なんです。だから全然趣旨が違うんですよね。それで患者さんが自分が申し出たっていうことだから、もしそれで事故とかあってもそれは患者さんの、まあ、いわば自己責任にされるような、そういう制度です。でそういった医療非常に重要な中身を持つ医療制度改革関連法案が、その先ほどから出ている戦争法との関係でもう5月の半ばにも上げてしまおうということで強行に行われようとしています。でもう一つですね、その法律とは別の枠組みなんですけれども、今日本の医療は基本非営利で、医療法人というのは大抵非営利じゃなきゃいけないんですけれども、それが株式会社が経営できるようにそこに資金を流したいというのは財界のずっと希望があります。でそれが今回法人制度改革の中で医療法の一部改正という形で出てきました。ただこれは医療界が非常に反対をしているのと、厚労省からの提出法案になるもんですから、一応非営利の法人同士が合併したりすることを簡単にできるようにするという中身を装っているんですけど、その中に関連する事業に株式会社が入ることを認めてるんですよね。だからこれは非常に大きな抜け道で、今後本当に大変なことになると思います。まあ、そういったことが今国会で本当に短時間でされようとしているということがあるのと、それは本当に TPP を視野に置いて、まあ、その地ならしというかですね、歩調を合わせてやっていく、まさにそういう動きだと私たちは思っています。で本当にこの機会に TPP がまた流れていけば本当に漂流させることができるかもしれないと皆さんおっしゃってる、本当にその通りだと思いますので、この連休前後のこの期間本当に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当に TPP 交渉とですね、国内で進む規制緩和、規制改革の流れというのが本当に根っこは一つ同じだっていうことがどの分野を見てもよくわかるわけですね。ですからセットにしてですね、いろんなイシューを横断的につないで、運動していかなきゃいけないというふうに思います。はい、それではですね、次に実行委員のよしこさんからのスピーチですが、今日何回も出てきましたが、アメリカの TPA 法案、これに関しての、まあ、現状、それから分析ですね、どう見るかということをお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、よしこです。ですね、最近本当に私 TPP オタクみたいになってきてしまったんですけど、この、まあ、1週間ぐらい、アメリカの議会がものすごく動いていたので、もう死ぬのかな私と思うくらい寝不足でした。で、いろいろ調べて、いくか分かったことがありますので、今日はお知らせしたいと思います。で、まずですね、上院の財政委員会と、下院の歳入委員会っていうのは、まあ、貿易委員会っていうふうに言われるんですけど、こちらの方が法案が提出されたら通るっていうのは、まあ、決まっていた、ほとんど決まっていたことですので、なんか TPP 法案が決まっちゃうんじゃないのっていうふうにびっくりしたりショックに思ったりすることはないわけですね。で、でじゃあ一体彼らは何を話し合っていたのかっていうことをまあ、ちょっと説明しますと、 TPA 法案っていうのは通商法、アメリカの通商法っていうものの一部なんですよっていうのは、以前からお伝えしていた通りですけれども、この通商法っていうのが今アメリカの議会が話し合っているもので、これディビジョンっていうものに分かれている。ディビジョンが5つのディビジョンに分かれています。で、ディビジョン A っていうのが TAA、貿易調整支援、関係、つまりその貿易によって、なんかこう不利益を被る人がいたら何とかしてあげなきゃいけませんねってことで、補助金を出したり、あとはその、なんていうのかな、失業者の、健康保険の お金を少しカバーしてあげたりとか、まあ、そんなことが入っているんですね。で、それでディビジョン B っていうのが、例のその TPA 法案ですね。ディビジョン B で貿易促進権限で、ディビジョン C と D っていうのは、 C はアンデス産系の、まあ、ペルーとかで、ね、そういう人たちとの、まあ、特権貿易のこと、で、あとはアフリカの人たちとの貿易のことで、5番目のディビジョン E っていうのは、まあ、雑食ってことだった。で、それでですね、TPA 法案とか他のものも通っちゃったんだなと思って、で、何が今アメリカで問題になっているか、で、多分日本政府もあまり大きな声で言わないけどすごく困っているんじゃないかと思うことが、シューマーさんっていう、シューマー議員っていう人が、出した為替の、条項になります。で、為替条項に関する修正案は、その、ディビジョン A とディビジョン B 両方に対してシューマーさんは出そうとしていたんだけれども、そのディビジョン B の、貿易促進権限の方にその為替条項を入れてしまうと本当に TPP が止まってしまうんですね。で、多分その民主党としては TPP は止めたい、 TPA も、渡したくないと、思いながらも、自分たちの一撃で止まったっていう風に言われるっていうのは、それはそれで困っちゃうんですね。やっぱり彼らの、支持者にも企業の人とかもいますので、そうじゃなくって、彼らは何をしたかっていうと、そのディビジョン A の中にさっき言ったその保険関係のこととか、失業者対策のこと以外にもう一つ、関税再受験法っていうのが入っています。関税再受験法なんて聞いたことないよって、私も聞いたことなかったんですけど、で、調べたら 何のことかっていうと、つまりね、スーパー301条っていうの聞いたことあります？アメリカが相手の国に問題があるなって思ったら、アメリカの、判断で、相手の国にこう、制裁ができる、相対関税をかけたり、規制をしたりとかいろんなことができる、まあ、基本的に相対関税をかけるっていうことなんですね。で、それで、まあ、1980年代とか自動車のこととか繊維のこととか日本はすごく苦しんできたわけですよ。で、それが、まあ、よく読んでみると、その、通商法に入るのではなく、ですね、関税法っていうのがありまして、その関税法に
その為替情報を入れ込んで、それを、まあここから先はちょっと調べ、もうちょっと調べないといけないんですけど、通商法に組み込んでいこうっていうことです。つまりどういうことを言ってるかっていうと、本当だったら WTO とか IMF とかで為替のことはもうこういうふうにしましょうって決まっているので、アメリカが勝手に相手の国に対して制裁をするっていうことはできなくなっているはずなのに、為替に関してそういうアメリカのが判断して、アメリカが制裁を勝手にかけられるっていう法律を、それの修正案が通ったっていうことなんですね。つまり、スーパー301条の為替版っていうものが今回の審議で、上院の財政委員会の審議を通ったっていうことになります。で、当然これがもし本当に法律になるとしたら、日本政府はもう TPP どころじゃないはずなんですよ。もう今市販、なぜかというと、今アベノミクスでやっているその為替をね、日本円をこう今まで円高だったのを円安にしましょうっていうことで、これっていうのはデフレ脱却のための円安政策なので、これは貿易をその歪めるためのものではないので、 WTO 規約違反ではありませんよっていうことを言っているんだけれども、今回入った修正案では直接間接的にね、その貿易をねじ曲げるようなものじゃなかったとしても、結果的にそのようになったら、アメリカとしては総裁関税をかけてもいいことにしましょうとか、そういう法律なんですね。まあさすがアメリカジャイアンって感じなんですけど、多分だからこれをアメリカがやると、まず TPP っていうのがこう一体何なんだっていう話になってしまいますし、アメリカのそういうちょっと不公平な法律とか規制を日本政府としては TPP に入ることでアメリカにちゃんと直してくださいっていうふうに言えるんだという、そういうメリットがあるんだということで入ったのに、もっとひどい法律ができそうになってしまっているわけですね。アメリカ、日本をはじめとする TPP 参加国が TPA 法案をちゃんと取らなきゃダメだよって言ったがために、で、TPA 法案を取るってことは、その通商法を全部、今ほとんど通商法はそのディビジョン A、B、C、D 全部もう執行しちゃってるので、TPA 法案を取るってことは全部やり直さなきゃいけないわけですね。だからTPP でアメリカの規制をなんかこうね、もっと平等なものにしようと頑張って入ったら、もっとひどいものヤブヘビだったっていう、今状況です。で、日経新聞なんかにはもうスーパー301条の為替版とか書けばいいのに、国際協定をね大きく逸脱するようなものになってるから、これ、ね、言って沖縄の私の知り合いつまり日本政府は衝撃が走ったと、まあ、だから日本政府も気づいてるわけですよ、こういうことになってるって、まあ、だけど、そのスーパー301条っていうみんなが分かるような表現をしないので、私たちにはちゃんとこうやって調べないと分からないっていう、で、幸いといったらなんかおかしいですけど、こういったことがあるので、日米合意は絶対に行えないという状況に今なったということです。ただし、これさっきも言いましたけど、これは上院の財政委員会だけを通過したものであって、で歳入委員会の方ではもう審議もされなかった。で、下院の方は、これをもう話もさせませんよって言ってます。で、一方でその、絶対為替を入れたいっていう人たちもいますので、相当荒れるんじゃないかなと思っています。で、その間に、そうこうしている間にオバマ大統領のタイムリミットがやってきて、TPP は残念ながらアメリカの事情によりできませんでしたということになるんじゃないのかなと私は思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。本当に今のようなふうになればいいですね、皆さん。で、私たちの方もですね、アメリカの事情は事情としてありますが、やっぱり日本政府に対して、強く強くさらに声を上げていきたいというふうに思います。
それではですね、続いてもう一回ポストマンさんに登場いただくんですが、ちょっとスピーチもしていただいて、その後コールをやっていただきたいと思います。お願いします。はい、皆さんこんばんは。郵政産業労働者ユニオン、郵政ユニオンのポストマンです。はい、1分間スピーチでノブレス・オブ・リュージということを聞きました。まさにそうですね、昔の言葉なんですが、昔日本では心あるお金持ちのことを長者と言いました。病人から布団を剥ぐようなあくどいことはしないばかりか、地域のためにですね、惜しげもなくお金を使う、自分の方だけじゃなくて自分の財産は地域のため、多くの有望な青年のために使う、そういう人を亡者と言ったんです。亡者じゃない、長者と言ったわけですね。で、あともう一つ、新自由主義者はガスと言われます。彼しか考えない、病人から布団を剥ぐような真似をする金持ちを亡者と言いました。金の亡者って言いますね。 TPP はガス、金の亡者が連れてる棒です。亡者にこの世を任せたらこの世は地獄になりますよ。ですから反対していきましょう。前置きが長くなってすみません。3月ですね、私たち郵政ユニオンは第3波にわたる春闘闘争を行いました。その中で16日、全国24の職場で地域の人々、あるいはですね、ナショナルセンターの違いを超えてですね、支援のために来てくれた方のためにと一緒にストライキを戦いに行ったわけです。今ですね、郵政事業というのは6200億円ものお金を使ってですね、海外の会社を買収する、そのためには湯水のようにお金を使いますけれども、現場で必死に働いている正規の仲間にはひどい労働条件を押し付けている。それだけじゃありません。いいですか、言われたことなんですが、東京のある局ではですね、バイクの修理代をケチったために10台近くのバイクが動かないまま放置されてる、こんな映像なんです。 TPP と今の郵政事業の在り方っていうのは全く違うんじゃないかと思われてるんですけど、それをやってるのはですね、今のことしか考えない、愛を運ぶですね、心をつなぐ郵政事業、わずかな掛け金でもですね十分に保証する郵政、会員カッポで、そしてお金をですね公共のために使うと、危ないことはやらないから安心している、安心して預けてもらえる勇気、その3つのネットワークがですね、今年の秋に予定されている株式上場によって崩されようとしております。さて、郵政事業が民営化された国をちょっと紹介します。ドイツなんですね。ドイツの場合、民営化して成功したと言われております。ところが調べてみると全く違います。
民営化された途端に全国2万9000もあったですね局が半分になりました。さらにですね、貯金事業が分離されたおかげでもっともっと局は少なく、直営店もほぼ壊滅状態。今州政府がですね、ドイツは州政府の力が強いんで、州政府の援助のおかげで稼働をして郵便局が維持されている状態にあると言われております。こんなことを許してはいけません。そしてあともう一つ、株式上場されれば喜ぶのは誰でしょう。一人の投資家ですよ。郵便事業はイギリスではですね、郵便事業は完全民営化されませんでした。民営化されたのは収賄だけです。でもその株式上場でですね、その結果どうなった得をしたのは一部の大金持ちの投資家。イギリス議会は株式上場によってですね、国民の財産を失ったとまで報告しております。さっき農協のことをお話しました。私たちのやってる還付も郵便もですね、保険もみんな私たちを信頼してくれるお客様がお金を出してるからやってるわけです。政府から一銭ももらってません。ですから私たちは誰でも利用できる、身近にある、そういう郵政事業を守るために皆さんと一緒に頑張っていこうと思います。共に歩を進めていきましょう。ありがとうございました。それじゃあ猛者はまともにでも聞いてくれません。だとしたら大きな声を上げるしかありません。さあじゃあ行きましょう。せーの、大企業優先の TPP はいらない。
ん、もう少し、まだまだ時間がありますが、さらに声を上げていきましょう。続いてですね、我々のキャラクター久々に登場なんです。皆さん官邸前で、いつも演劇とかいろいろやってますが、この間渋谷の凱旋などでは演劇中心だったので、久々に登場です。猿でもわかる DPP、今日は、遺伝子組み換えの問題に関して教えてくださいます。お願いします。やしょく、久しぶりじゃ。うん、最近というかもう去年ぐらいからだいぶ TPP 発展運動がこう盛り上がってきているとは思わんかね。まあ運動が長引いてみんな疲れておるんだろう。私も同じじゃ。しかし本当にも原因は農協が TPP 発展に対してしっかり及び腰になってしまったということがある。農協は TPP 反対なんかするな、そんな余計なこと来ると解体するぞというふうに言って、それは農協を脅したんじゃないかと言われておる。そして農協が TPP 反対に及び腰になってしまった。しかしその一方でその農協解体というのも着々と進んでおる。それによってそのせい政府が狙うのは、まあ、解体して TPP 発展運動を弱体化させようというのが狙いの一つ。そしてもう一つはアメリカが TPP で狙っていること、それは農協マネーが欲しいというのが一つの大きな狙いなのだ。農協は金融機関としての役割も果たしておる。増産も含めてその資金はなんと120兆円にも上るのだ。農協が農協である以上、その資金の運用先の、まあ、大部分がその国内でなければいけないというふうに定められておる。しかし農協が解体されて農協でなくなってしまえば、その資金の投資先が自由に化されて、そしてその120兆円もの莫大な資金がどんどんと海外に流れている。そしてアメリカのウォール街を潤す。これこそがアメリカの大きな狙いなのだ。そしてもう一つ、農協解体によって狙われていると囁かれていることがある。それは農協を解体することによって、まあ、全農を株式会社してしまい、全農を株式会社するとその子会社である全農グレイという会社がある。その買収も容易になってしまうのです。全農グレインというこの会社はアメリカのニューオーリンズ港に世界最大の穀物船積み施設を所有しており、そしてここでは遺伝子組み換えの穀物とそうでない穀物をきっちり分別して管理しておるのです。そして日本へと輸出しております。しかしこうした分別管理がアメリカは気に食わぬのだ。アメリカは遺伝子組み換え作物もそうでない作物も全部一緒くたにして日本に食わせてしまいたい、食べさせてしまいたい。だからそんな全農グレインなどという会社の存在が気に食わぬのだ。だから全農株式会社してそれを買収しよう。そして遺伝子組み換え作物の分別をさせないようにというのが彼らの狙いの一つなのだ。オーストラリアの例を見ればわかるんだが、その昔 AWB という組織があった。この組織は日本の農協のような組織で小麦の輸出を独占しておった。しかしこれが民営化された途端にカナダの会社に買収され、そしてたったその1ヶ月後にはターギルというアメリカのに拠点を置く巨大な穀物商社に売り払われてしまったんだよ。これがいい警告なのだ。このようにしてアメリカは日本人の金融をお金をそして食を着々と狙っておる。そして日本政府はそれにどんどんとその要望に合わせて
もう日本人の利益を差し出してしまっておるんだ。一体日本政府はどこの国民のために働いておるのかと私は言いたい。こんな政府を許していかん。 TPP に断固反対。我々の自由を、暮らしを、食の安全を、食料安全保障をアメリカに差し出すな。と断固声を上げ続けようではないか。今日は以上じゃ。はい、サル君、先生にありがとうございました。またあの、皆さんもあのめちゃ見られませんからね、よくあの近寄ってみてくださいね。はい、それではですね、続いてあの今日はあの医療ですとか、あ、消費者の立場からいろんな課題がされましたが、まあ、やはり農業の問題、農産品の問題というのも、当然重要なわけです。で、お米などが今焦点にもなっております。で、そのことに関して、食権連の坂口さん、あの呼びかけ人の一人でもあります、この国会決議っていうのを毎回私たち渋谷の街頭やいろんな場所に待ってですね、改めて、この決議を絶対に守れと、公約違反を許さないということをアピールしております。のでよろしくお願いします。どうもこんばんは。皆さん、最近ですね、国会の審議で甘利大臣がよく言う言葉、あるいは政府関係者が言う言葉にこんなのがあるんですね。今私たちは交渉を一生懸命やってると。あ、その国会で、国会決議にの趣旨に、沿ったあの結果になりましたというふうに評価してもらえるような、そういう、交渉をしておりますというんですね。国会決議を守って頑張ってるんじゃないんです。国会決議を守ったと評価していただけるような内容になるという、それを目指しておりますと言ってるんですね。なのでどっかはぐらかしがあるんですけれども、大事なことは国会決議って何だったっけっていうのが頭の中でぼやっとしてくると、このいや評価していただけるようなというような言葉にこう惑わされてしまうのですね。それでやっぱり常にここに立ち戻る。実は国会決議はこれなんですけれども、同じような趣旨で自民党も決議をやってるんですね。ですから国会の決議も破る、あるいは自らがやった決議も破る、こういう局面に今立ち至ってるっていうことがすごく大事なことだと思いますし、これが許さないことだと思うんですね。今あの内田さんからお話しあったように、 TPP っていうのは農業のことだけじゃないんです。あの仕掛けた方は農業のことにしたかったらしいんですけれども、そうはいかない、まあ、農業も一部ではありますけれども、本当にいろんな分野がこの影響を受けていることはその後どんどん明らかになりました。しかし農業だけではないけれども、農業のことがいろいろなことで影響を受けることもまた事実で、農業を通して食料だとか地域経済だとか、そういうことに大きな影響があるということが徐々に明らかになってきていますが、その前に僕はあのこの国会決議を見て一番頭にきてるのはね、最後のの方にね、交渉により収集した情報については国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うというね、これ国会決議にあるんですよ。これはね、そもそも全然守られてないじゃないですか。これにもっと僕らはね、怒らないといけないんですよ。アメリカが情報公開しそうだとかね、国会議員が見れるようになった、それなのに日本やらないのはけしからん、これもけしからんですよ。だけども自らが決めたことを守ってないということの方がよっぽどけしからんと思いませんか。この一つに実は農産物問題があるんです。これに書いてるように、米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源、これを、重要品目については、引き続き再生産可能となるよう除外または再協議なんです。除外または再協議っていうことは、それは相手がね、議論してくださいっていう風に持ち出すことは可能ですよ。でも我が日本としては、政府としては、
それは今回議論しないことになってんですと、国会でそういう縛りがついているので、それについてはちょっとお話できませんというふうに言うのが国会決議を守る立場でしょう。守ったと評価できませんよ。これは皆さんこの言葉覚えてますか。一戦したりとももう譲れない、その後間もなく言われたこと、1ミリたまりとももう譲れないって言ったの、いつだか覚えてます？昨日や一昨日じゃないんですよ、あれ2013年ですよ。1ミリたりとも譲れないって言ってからどれほど譲ってることか。このこと自体だって本当に国民国会を愚弄してると思いませんか。ましてやお米についてアメリカはどうやらですね、いろんなものを集め合わせて 21.5 万トン、今日本が輸入しているお米が、前津町に輸入しているお米が77万トン、これをですね大体まあ3分の1ぐらい、このくらいの量を増やせと、しかもミニマムアクセス米とかね、今 WTO のまあ別に義務ではないことを日本政府が海外に約束しちゃったもんだから輸入せざるを得なくなってるこの米、これとは別枠に TPP 特別枠っていうことでアメリカから主食米を輸入しろと、こういう要求に対して日本はどうも新聞報道では5万トンプラス米の調整品、要するに米粉ですよね、こういうやつをに砂糖なんかを混ぜたやつを含めてなんとかこれで妥協してくんないかと言ってるように伝えられていますが、実はもう一つあるんです情報は。大江さんっていう代理がいるじゃないですか、あの人がついつい口を滑らしたって噂があるんですよね。10万トンまではいいというふうに口を滑らして、そしてそれを後で取り消しにかかった。そしたらアメリカの政府の代表の方が、日本っていう国の交渉官は一度言ったことを取り消すようなバカな交渉をするのかと、そんなご保証は聞けないというふうにやり取りをしているとも伝えられています。まあこの辺が秘密なので何とも言えませんけれども、まあ、あり得るんじゃないかなというふうに私は考えていますけれども、これほどですね日本が今農家の人の話を聞くとですね、今どういう議論してるかって言ったら2つあるんですよ。1つは米価が昨年来ものすごい暴落してるじゃないですか、この時にさらにアメリカから入りもしない米を輸入するんですかと、これに対して日本政府が何考えてるかっていうと、このまま輸入したらこの批判がまるで当たっちゃうので備蓄に回しますと、アメリカから輸入した米の分を国産米を備蓄に回して流通量は変わらないようにしますって、こんな人をバカにしたような話ありますか。こんなようなことを考えてる、まあ、これがね実は今政府が考えてることの一つであります。でこれをですね我々が許すかどうかっていうのが今実は問われています。牛肉豚肉もですね本当にオーストラリアと の取り決めよりもさらに低い関税を申し出ている、どうも最近騒がれてないのでこれは決着しちゃったんじゃないかというふうに勘ぐりたくなるぐらいもう最近話題になってきてませんけれども、このことも含めてこの、国会決議をきちんと守らせるということは未だ重要なポイントではないかというふうに思います。向こうもですね気にしてるからこそ評価して守ったと評価してもらえるように頑張りたいって言わざるを得ないんですよね。その評価の問題ではありません、事実として守ったかどうかが問われると、このことをですねこれからの運動の中でも大いに声を大にして頑張っていきたいというふうに思います。今日は本当にどうもありがとうございます。はい、坂口さんありがとうございました。ぜひ皆さんこれいろんなところに出てる情報ですも揺るぎない事実なんですね、この国会決議というのはですけども、ついついそのなし崩し的な情報が行われているみたいな情報があるとですね、私たち自身もこれ忘れがちになるので、常に常に基本に立ち返っていきたいと思います。で、ちょっと私から少しだけお話をさせていただきます。この国会決議の話とまさに関連するんですが、日本が TPP 交渉に入ってもうすぐ2年ですよね。
丸2年、2013年7月に入りました。表明をしたのは3月15日。で、私たちですね、反対している人たち、まあ、皆さんも含めてですね、もうかれこれ5年ですよね。6年、5、6年ってもうずっとやってきてるわけです。で、私は日本が交渉に参加する2013年7月にですね、マレーシアのコタキナバルというところでの交渉会合に行ってました。これアメリカの NGO として行きましたけども、そこで、日本の交渉官もたくさん来て、メディアもたくさん来て大騒ぎになりましたが、テレビ中継されたんです。取材に答えたんです。モーニングバードっていう番組だったと記憶してますけど、そこでですね、どうしたらいいと思いますかって聞かれて、私はこの国会決議とですね、そもそも TPP 交渉が目指しているあらゆるものの関税を撤廃する、それから非関税障壁も壊す、まあ、グローバル化といえば聞こえはいいですが、アメリカ化をする、それは絶対に折り合わないんですね。矛盾なんですね。ですから直ちに撤退すべきというふうに生放送で答えたんです。それとスタジオはですね、真っ青な雰囲気になって凍りついたと、放送事故かっていうぐらいの感じだったと聞いてますけども、です。で、その状態はですね、今も変わってないんですね。それ以来、今サングさんおっしゃったように、1センチたりともなのか1ミリたりともなのかは知りません。ですが、絶対譲らないという決議とですね、徹底してゼロにする、関税取っ払うという交渉はどんなに歩み寄ったところでですね、歩み寄れない、永遠に、無理な、矛盾に満ちた交渉であることは変わりないんですね。ですから、まあ、今日もそうなんですが、今世界中の市民、まあ、TPP 交渉に参加している国の市民ですけれどもが、アメリカを中心にですね、猛然と怒り狂っている。特にアメリカではこの TPA 法案が提出された、まあ、その前前からですけれども、病原のようにですね、各自治体や草根の運動というのが盛り上がっている。ワシントンでのロビーは当然ですけども、日本でも自治体が次々と反対の、それから慎重の意見書を決議した、あれと同じような状況がですね、この半年間で起こっているわけですね。で、一つ私本当に感動したアメリカのローカルな運動があるのでご紹介したいんですが、シアトルです。大きな都市ですけど、つい、3週間ほど前ですか、TPA が出る前でしたけれども、シアトルの市議会でですね、この TPA、まあ、アメリカではファストトラックと言いますが、に絶対反対する、それから TPP にももちろん反対するという、まあ、公聴会が、ね、行われました。で、ちょっと日本と全く違うので私はびっくりしたんですが、この公聴会にはですね、市民が、もう何人も何人も代わる代わる出てきてですね、いかに自分は TPA、 大統領に貿易促進権限を与えるの反対か、それから TPP でこんなことに懸念がある、まさに今私たちがここでやっているようなスピーチをですね、老若男女が次々と出てきてやってるわけですよ。日本の議会でちょっとこういうことって信じられないんですが、で、10代の少年もいました。子供だからといって意見聞かないっていうのはないんですね。それから労働者ももちろんいました。それから、まあ、有権者たくさんいまして、悪化はですね、おばあちゃんたちが 3,4 人出てきてものすごい派手な衣装を着てですね、お花を持って、わーってスピーチをして、最後に歌を歌い始めたんです。 TPP がどんなに嫌か、私たちの声を聞きなさいいうですね、もうオバマ大統領、それから議会に対して、市議会議員に対して歌を歌って、で、ね、これ全部ユーストリームで見れるんですね。興味ある方は、私今日あとツイッター流しておきますので見てください。で、こういうですね、市民の声が直接こう伝わって、見事シアトルの市議会では TPA 反対、それから TPP 絶対嫌だという、まあ、いわゆるTPP フリーズアウトといって、仮に TPP が妥結をしても自分たちの町は TPP を絶対に入れないよ、関係ないよ、自分たちの自治を守るという決議をしたんですね。すごいでしょう皆さん。で、日本でも同じことをやっているので、
私たちはこういうローカルな運動とぜひつながっていきたい、これから改めてつながっていきたいと思いますし、今ですね、本当に今日も昨日ももうずっと TPA の法案が出されてから民主党に対してですね、とりわけ、市民社会、NGO や消費者団体や労働組合や環境団体という非常にその多様な市民社会の声がですね、もうほとんどですね、もう恫喝に近い形で民主党の議員に絶対に TPA 本会議で賛成するんじゃないぞという声、強烈なロビーを行われています。で、私はこれを見て本当に力強く思いますし、逆に日本でもですね、同じように、国会議員にも、秘密主義の問題や仮にその妥結となったら絶対にするなとかですね、ありとあらゆるプレッシャーというのを同じようにかけていかなきゃいけないというふうに思っています。で、ちょっと情報を短くあと少しだけ言います。皆さん今 TPP 交渉の中で私が一番懸念している分野というのが2つあります。で、1つは自動車の問題です。で、関税そのままの問題ではなく、原産地規則と言われているルールオブオリジンというですね、どこでどう作ったかということや、その自動車の部品をどこから調達してきたかという問題です。で、もともと日本車というのは攻める分野として位置づけられていますよね。これで、中小の企業も含めて儲かると、輸出ができるんだと言われてますが、実は日本車というのは日本の部品とか使っているのが非常に少ないですよね。それから組み立てだって、中国やタイで行っている、ということがあるんです。で、これが今アメリカの主張では TPP に参加をしている国の中で部品を調達したり、その国で作るというのが、関税の対象になる、関税削減の対象になるので、例えば中国やタイでの部品、それから組み立てたものっていうのはパーセンテージを決めてですね、それが一定程度よりも上だったら日本車とは言えないという議論を交渉の中で、日米の2国間の交渉の中でしてきているわけですね。で、これ NAFTA の際にはだいたい 70% 近くがその基準でした。ですから他の国からいろいろ部品持ってきたり、他の国で組み立てたものっていうのは排除されてしまうんですね。で、これがもし NAFTA レベル の率が当てはめられれば、日本車というのはですね、日本車でのように見えながら日本車でないと言って、アメリカの輸出が、低関税できないということになるんですね。で、私これは経産省の人に直接聞きました。これ攻める分野になるんですかと、むしろ攻められる、負ける分野じゃないかと。で、こんなことを実現したらですね、日本の自動車産業もボロボロですよ、売れない。つまりですね、何が攻める分野かっていうのはさっぱり分かんないという白紙の状態なので、実は経産省の危機感薄いんですね。ですから、これ日本の農業の問題、医療の問題、私たちが指摘してきたものでは全然足りなくてですね、むしろ経産省自身がですね、これでは日本の貿易というのが成り立たないといって、抵抗勢力になっていいぐらいの重大な問題なんですね。ですから労組とかですね、連合はどうか私は分かりませんが、いろんなところに働きかけて、労働者の問題直結するんですよ。失業者いっぱい出ると思いますよ、日本、ということを一つ指摘したいと思います。で、ごめんなさい、最後にですね、これ相当長く喋ってすみません。今日はですね、アメリカの側ではたくさんの運動団体が、やっぱりいろんな各地で、安倍さん来るということでですね、さらにさらに力を入れて反対運動をしてます。で、そうした運動とこうしたアクションということで、呼びかけています。で、たくさんあるのでどことっていうことを具体的に申し上げませんが、こういうアクション日本の官邸前でもやったよということは報告をいたしますので、ぜひ、世界の市民、人々とつながって、さらに運動を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。じゃあ最後にコールをやって終わりましょう。暮らしを壊す TPP はいらない。壊す TPP はいらない。
農業潰す PPP はいらない。医療を壊す PPP はいらない。仕事を奪う PPP はいらない。賃金下げる PPP はいらない。主権を奪う PPP はいらない。ご参加ありがとうございました。真冬と違ってちょっと暖かくてよかったですね。寒い時は本当にブルブル震えながらやっておりましたので、本当に季節も変わってきましたが、いよいよですね TPP の交渉も時間切れ間近というふうに近づいてきました。これを本当にですね時間切れにして TPP 交渉を漂流させる、その先に沈没させると、こういう目標を持ってですね、我々の活動を今一歩、広げていきたいというふうに決意する行動でありました。ちょっとね一時より少なくなってますけれども、この、運動をですねさらに広げて本当にこういうふうに言うとちょっと誤解される向きもあるかもしれないので、でもちょっと言ってみたいなと思っていることがありまして、実は官邸前アクションが我々の運動が成功すれば今日が最後かもしれないですね。今度、5月1月の連休中なのでちょっとやりにくいので、5月はですねちょっとまだはっきりしていませんけれども、官邸前もし5月の末の閣僚会合がですね、でですねもういよいよこれは TPP 交渉は漂流間違いなしというふうになっちゃえば官邸前アクションは成功のうちに終わる、こういうことになるわけですね。ぜひそういうふうにしたいものだということで、さらにもう少し頑張るということをみんなで誓い合いたいと思いますが、当面ですねいろいろな運動を少しそれぞれが比較していますので紹介もして成功のためにご協力もいただきたいと思います。先週からですね、国会前の座り込みが行われていましたが、農業新聞見て僕びっくりしたんですね。マスコミの人っていうのはうまい表現をするものだ。23、24、そして今日の28日と日米首脳会談まで連日国会前の行動が行われる。連日じゃないだろうとふと思いましたが、抜けてるのは週末なんですね。平日は連日行動が行われて今日もあるということでありまして、この、エネルギーをさらに5月に持ち込みたいというふうに思います。とりあえず今計画されてますのは5月14日のお昼にですね、僕は職権連というところに所属してますが、そこが呼びかけてまた国会前の座り込み行動をお昼休みからします。ぜひですねまた国会議員会館前に5月14日お集まりいただきたいというふうに思います。次5月19日、今皆さんのお手元に配っているチラシ、TPP を考えるフォーラムというのがあります。いよいよ大詰めに来ている TPP 交渉ですが、こんなにまだまだ大きな課題があるんだよと、
こんな時に合意なんてありえないでしょうということをですね、みんなで確認するこういう集会にしたいと思いますので、ぜひですね、まだチラシたくさん余ってますので、今日お持ち帰りいただいて、今配ってますので、自分だけの分を取らないで、周りに配る分も取っていただいて、大いにご活用いただきたいというふうに思います。そして、屋内で、こういうフォーラムをやってるだけではなかなか TPP は止まらないということもありますので、ぜひですね、屋外でやる大衆的な行動の企画も今始めています。その週にやっぱりデモだとか、あるいは国会議員前の議員会館前の集会だとか、こういうものをですね、近々、皆さんにお伝えできると思います。閣僚会合があるならば、それを我々は大衆的な行動で打って出ようじゃないか、打って迎えようじゃないか、そういうこともですね、今相談を始めたところですので、ぜひまたこういうアナウンスがあった時には、たくさんの皆さんを誘い合って、そしてこの国会前の騒然とするようなですね、行動にしたいと思いますので、ぜひご協力いただきたいというふうに思います。今日は以上で、この行動を閉じたいと思います。本当にありがとうございました。また、5月については、この大きな大衆行動に合流するかもしれませんので、そのことも含めてまた皆さんにはさまざまなツールでお知らせしますので、そこにご参加いただきたいというふうに思います。ぜひお願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。